北朝鮮メディアは金正恩総書記が国家宇宙開発局や実験基地の建設状況などを視察したと写真入りで報じました。今日付の朝鮮労働党の機関紙によりますと、金総書記は視察で衛星に搭載するカメラや通信装置、各種センサーの開発状況などの報告を受け、最近の実験結果を高く評価したということです。記事によりますと、衛星開発の目的は朝鮮半島南部と日本、太平洋上のアメリカ軍などに関する情報収集で、今後多数の軍事衛星を軌道に配置する計画だということです。視察には先月27日と5日の弾道ミサイル発射を衛星実験だと強調し、正当化する狙いもあるとみられます。